総林家の近くにある湖。まもなくトレープレフの舞台が始まります。メドベジェンコがマーシャを口説きますが、マーシャは釣れない反応。トレープレフとソーリンが話していると、ニーナの足音が聞こえてきました。ニーナは舞台の主役です。アルカージナ、トリゴーリン、ドルン、ソーリン家の人々が集まり、幕が上がります。ところが、トレープレフのお母さんで有名な女優のアルカージナは劇を真面目に見てくれません。怒ったトレープレフは途中で幕を下ろし、どこかに行ってしまいました。みんながニーナをねぎらいます。ニーナは憧れのトリゴーリンに挨拶をして家に帰っていきました。一方、トレープレフはドルンに励まされますが、心は沈んだまま。マーシャがトレープレフを連れ戻そうとやってきましたが、ほっといてくれと冷たい態度。マーシャはドルンにトレープレフが好きだと打ち明けます。ナーバスだな、みんな。声がいっぱいで、魔法の湖だな。数日後の昼間、みんな庭に出て思い思いに過ごしています。アルカージナとシャムラエフは馬の貸し借りで喧嘩をし、ポリーナはドルンに言い寄っています。ニーナが一人でいると、トレープレフがやってきて、撃ち落としたカモメを足元に置きました。すぐ、僕も同じ風に死のうと思う。私バカだからわかんない。そこへやってくるトリゴーリン。トレープレフは去ってしまいます。ニーナはトリゴーリンに惹かれ、トリゴーリンの人生に憧れます。そんなニーナにイラッとしたトリゴーリンは自分の苦悩を打ち明けます。その時、ニーナのそばに横たわるカモメを見て、あるプロットを思いつきます。若い女の子が湖のほとりに住んでるのね。子供の頃から君みたいに、カモメみたいに湖を愛してて、カモメみたいに幸せで自由だった。でもたまたま男が来て、何て気もなくその子をめちゃくちゃにしちゃう。このカモメみたいに。トレープレフは自殺を試み失敗。その後、トリゴーリンに対決を挑みました。それを知ってマーシャはメドベジェンコと結婚する決意をします。アルカージナとトリゴーリンはモスクワへ帰ることに。ニーナがトリゴーリンにメダルを渡すと、そこにはトリゴーリンの本の一節を示す文字が彫られていました。もしも私の人生がいるなら来て、持ってって。すっかりニーナに夢中になってしまい、モスクワに帰りたくないというトリゴーリンでしたが、アルカージナの説得に流されてしまいます。どうぞ連れてって。でも、ただ一歩もそばから離さないで。馬が到着し、とうとう家を出ていく間際、ニーナはトリゴーリンにこっそり自分もモスクワに行って俳優になることを伝えます。トリゴーリンはニーナに連絡をよこすよう伝え、二人は長いキスを交わします。それから2年後、トレープレフは作家として雑誌に載るようになりました。マーシャとメドベジェンコには子供が誕生。そんな中、ソーリンの体調がいよいよ悪くなり、アルカージナとトリゴーリンは再びソーリン家に向かいます。二人の到着を待つ中、ドルンがトレープレフにニーナの行方を尋ねました。ニーナはモスクワに行った後、舞台も私生活もうまくいかなかったようです。そのニーナも数日前からこの町に戻ってきているようですが、みんなの前には姿を現しません。トレープレフは来ないだろうと思っています。アルカージナとトリゴーリンが家に着き、みんなでゲームを始めます。トレープレフは一人メランコリックなピアノを弾いたり、窓を開け閉めしたり落ち着かない様子。夕食を食べにみんなが部屋を出て行った後、トレープレフは執筆に取り掛かりますが、うまくいきません。その時、誰かが窓を叩く音。ニーナです。二人で少し会話をした後、ニーナは一人で去っていきました。トレープレフは自分の原稿をすべて引きちぎり、部屋を出ていきます。そして遠くで銃声が響くのでした。